いじゃないですか。もう、あれ始まったんですか。始まった。そう、でもね、そういう気を抜けよってやっぱ言ってくれたんでしょうね。神様がね、いろんな人に現れて。名古屋3日間行ったじゃないですか。そう、3日間行った時にちょっと壁があるなとか、ちょっとカッコつけやみたいな言われて、やっぱ神様がそうやって現れてくるよね。あれね、自分のご先祖様だったり、あとはね、面白いのはね、俺こういうの撮ってると、だから未来の自分が俺の動画見てんじゃないかとか、あれなんかメッセージを送ってるようなテレパシーみたいな、なんか引き寄せの法則とそういう感じかもね。あ、引き寄せの法則ってそう、未来人とか宇宙人とか、じゃあもうカッコつけんなよって言ってるんだね。力抜けと。そう、お前ジャビで今いっぱい遊んで、そうそうそう、伝えて。それがだから、それが天使だったり守護霊だったり言い方違うんだけど、それがなんかそういう、そしてた多分なんかマサイ君は使命があるわけ。使命がある。その使命を出すためにそれをやってる。じゃあ使命ってなんだよ。だからさっき言ったね、牛を見つけたらどうやって牛を見つけたっていうのを伝える。最後の19図の最後、最後ね、あれが誰かの人のためとか社会のためとか、人に伝える。自分が、ね、牛を飼いながらて、それがグッグッグッになって、うん、また忘れて普通の景色に戻って、最後にそれを人に伝える。だからそうしたら、だまさくんが変な話、50いくつになったら、ね、20代の子にこうやって伝えてあげる。もっと近づけよと、悩んでるから。思春期っていうのは一番悩んでる。女子とか大変なんだって。ああ、女子も大変、男も大変で。そうだからさ、中級数とかの法則で言ったら、もう自分しかないわけやん。だから主人公になるもん、ね、そうそうそう、主人公だ。そうだから、ね、それがみんな思春期の時に主人公になってないわけじゃん。ねえ、構成とかアーセントとかと言われるから。それで、それ難しいのは、思春期っていうのは自我の確立なわけよ。あ、だから自我をどんどん確立して、だから前言った不調子でもいいわけよ。不調子ね、不調子ってその自我の確立したところから不調子になってるから、自我がそんな前は分からないわけ。だから思春期から自我が確立してるわけ、実は。それが正しかったって分かるときは大体40と50代になる、50代ぐらいになると分かるわけ。だからまさか本当は自我が確立してるわけ、それが分からないんだけど、年取ってくるとそれが、あの時そうなったって。それが言う、だから変な話、中二病とか言うけど、あれは悪口じゃない。もうそこで悟ってるわけ。そこで遠征意識状態に慣れてて、それにたどり着いた。まあね、だろ、だから主人公だもんね、みんな人生。教師に洗脳されたり、友達にさ、でみんなキモいキモいって言うでしょ。でキモいの意味は、あ、もうお前ってダブルでアーモンドだ。アーモンドが砕ける瞬間いいね。アーモンドってすごいの、マジ。だからアーモンドとチョコレートものすごい勉強取る。つまり、だからきっとカットを受験生が食べるってのは理にかなってるわけ。そうだからもうね、それなんか自分の軸っていうかね、軸があるからもう迷わないよね。だから道なの。そうだってさ、例えば富士山に登るだったら、ちょっとゴールみたいな感じじゃないですか。自分のビジョンみたいな、そこにあったら行くじゃないですか。でその頂上が見えてないと、まあ、ある程度の軸というかね。すごいね、あれまさ
難しくない、簡単、面白いこといつも考えてると、面白い、いつも面白いことだって、本当にね、日本一億、世界70億、くすまんお前、お前うまい、ね、似てるでしょ、あくすまんあくすまんどこ行っておったあくすまんどこ行っておったね、これがだから面白いってな、できない方が面白いねえねえ、あ、なんすかねなんかこの野郎、なにそれ、なんかこの野郎、なんかこの野郎、あの、たけし、たけし、たけし、なんかこの野郎なんかこの野郎似てないじゃん、もうバーンとあの、ささやいて、もう物物まね、イヤホンマ、イヤホンマ、あ、いや、イヤホンマ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 、マジでこれバンバンのこれこれね、耳いいんだね、ケンちゃんのやつだ、ケンちゃん、はい、山下健一郎っていう芸能人がいて、3代目のダンサーだけど頑張りした、あとね、あとなんやろ、面白いなんかやつあるから、俺マキノ、マキノって何、花火だもん、あれあやばあやばあやば花あやばだもん、マキノ
こまででしょ。おしんのすけ、おらしんのすけとか、おらしんのすけ、ちょっと違うな。僕ドザエモン。全然死体の人とザイモンつって、あ、そうまさえくんね、もうちょっとね、あの雑学をもうちょっと勉強した方がいいや。雑学知らないもんね。もうちょっといろんなこと、面白いこと、いろんな、だからちょっと偏ってて真面目すぎて、もっと見せないのかな、もっとね、いろんな言葉が知らないんだ。そういう時にこいつ知らないなと思えたら面白くないわけよ。ダメなとこからやっぱ勉強だから。小説読んだ方がいいの。小説だ、小説だよ。漫画、漫画、マキだ。なんかないから面白いの。あれよ、キャリアウーマン。ね、僕ね、お父さんみたいな。これなんだっけ、あの高野さん、あのね、それはあのね、僕ね、あ、僕のお父さんね、強くてね、かっこいいね。パパみたいに。よく知ってるじゃん。あのね、NHK でやったやつ、4時半ぐらいから。ああ、見てね。次、舞台見て。よし、似てないものがね。僕ドラえもん。全然。全然似てない。あ、似てないよ、俺が。あとなんかよ。なんか、流行りの漫画とかない。今若者がよく知ってワンピースとかナルトじゃない。これ割と見てないんだよね。見てないね。全然見てないから。なんかあるから。みんな
と芸人か。芸人か。土なっ土なぁ土なぁ土なぁ。おい、おい、おい、何やろうか。全然違うのか、私の、あの、3人の顔の。おい、おい、おい、あ、うまいじゃん。おい、おい、おい、あ、おいじゃん。うまいじゃん。俺がやったよ。おい、おい、おい。今日これ受けるかな。受け、ここで受けてる。みんな何見てんの？何見てんの？わかんないっすね。マッキの。マッキ。マッキの顔で。マッキのね、あの松本潤くんとあの井上真央で本当にガチで付き合ってるみたいな。あの楽屋に。So
ポーペポーとか全然分かんない。ああ、ヒューヒューそれがあるだっけ。マギーの。ああ、ヒューヒューヒュー。これは違うよ。パーピポーペポー。パーピポーペポー。ダン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 。どうした？天丼の。うどんとか
せてるのにやっぱ見えますね。かわいないね。だからそこまでいいんじゃないって。全然痩せなくてもかわいいよ。すっぴんでべっぴん。だからこの前言ったカラコン外したらなんとか言って振っちゃダメなの。でもかわいいね。そうで、カラコンしてない方がかわいいねって、それが基本。でもかわいいね。いやね、やったね。今日もかわいいね。じゃあやってみよう。でもね、不幸は実の人形ってね、怖いんだよ。アメリカのやつそれとかすっげえ怖い。これ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 ねえ、やっぱね、ババンババンバンバンイエーパラララララララ行きたいな。でも違う、答えたランチだよ。ランチ、うん、じゃあ川口湖のイタリアン行こうかな、うん、答えたね。またね、いい夫婦にね、ちょっとこの間ね、川口湖のねイタリアンに教えて、ルーガっていうね、川口湖の、あ、で俺に LINE 送っといて、それ、そう、ルーガっていうお店に連れて行ってもらったんですよ、うん、めちゃめちゃおしゃれで、忘れちゃ困るか、それちょっと今。ルーガ、いや、マジでよかったわ。ランチ、ランチ、ランチ、ランチいくら。まあでも、いや、サラダとか、うん、コーヒーとかつったら1200円ぐらい。1200円。でもなんかサラダと、なんか スープとなんかコーヒーみたいなやつ。一緒じゃん。あと、なんか壁ない、おじぼう、おすすめのカフェ。カフェはね、あそこかな。どこ？川口湖の近くですね、やっぱり。どこ？コハツ。例えばね、場所的に言うと川口湖コハツの近くとか。なんでお店？結構3つくらいあって、名前が止め合わせた。こんなのないんすよ。リズム、そうそう。
今送りましたよ。あ、来たじゃん。なんかね、まあ今大変な時期やし。何が？受験で。みんなね。大変だよね。大変じゃないって言われてね。本当大変だよ。物質状態になるからね。まさか。はい。あれ、マサヨシって精神よいって書いてマサヨシ。親がつけた。親が。まあ共産党だから。精神さす。精神やっぱ政治家させたの。違う違う。まあまあ、政治を良くする。もうちょっと高い。まぼろしい。まぼろしい。まぼろしい。コロリンパ。もうバレンタインか。
ありがとう。てかね、言ってたじゃないですか、お金と女の人は追いかけたらダメって、うん、あれそういうこと。そう、マーキの追いかけたらダメだろ。絶対だ。追いかけてどういうこと。例えばだから電話が来たら、すぐメールが来たらすぐ返事を書かない。そんな書かないとか。ためるんだけど。わざと。わざと。なんで？知らさないと。人間って知らせないの。だからこれでアスマなんか。催眠術もできるからね。でもそう言ってたじゃん、催眠術って寝るやつじゃない。違う自分、平成式になると思う。平成式で違う自分、本当の自分に女の子なんかすごくいい自分。本当はそれを解放した、死ぬほど解放して、だからそれを生かせる。どうなるかなと。よくない。よくない。なんで？俺
インドでしょ。一人汚いインド回ってたんですか。汚いよ。一人で。ロングは早いかもしれない。ドゥ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 いいと思うけど、両方なんだ。両方だよ。現実と世界中、世界中なんでね、すごくない？何がすごいかって、道を知った人が自分のね、分かる分かる分かる。だってね、旅行ったらもうそこで終わってしまうもんね。で、旅は気づかない。気づかないってなんで？旅は旅だって。あれ、講演会行った話した。カフェのオーナーの行きました。講演会、世界一周の講演会やったみたいですよ。え、いいじゃんいいじゃん、いいじゃん。だってお好み焼きで僕ご飯食べますからね。ああ、俺も食べれるよ、焼きそばでご飯とか。いやもううまいですよね。うん、すごい好き。おかずですもん。そうそうそう。あの辺結構関西のよね。あ、そうそう。ねえ、お腹すいたね。ねえじゃなくてさ、あれだよ、支えてる。お腹すいたね。カヌの方くれ。なんか言ってみて。バケな。客様、文句言っておった。
それでそういうイメこれこういうのやっててあのイメージをさせたら勝ちだ勝ちね、うん、勝ちって想像以上、まあ、うんそう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 想像そうそうでもでもまあ、まあ、まさくんの偉いって笑わせるってすごくいいわけよ雰囲気とかでもしょそうそうそう感じ触ったやつよ感じ触ったせいがほらハゲてるとこは見えお前はいいけどさ俺はハゲてるとこは見えたらちょっとそれが良かったりすいませんねまあけどで何かまとめてねまとめうん今日のうん今日のまとめえ真面目な感じでうん別に真面目じゃないよそういう時は頭をくるくるって回す頭回んないっすね回んない、うん、そういう時はモノマネすんで回んない時は自分のネタを持ってた方がいいああネタねうんモノマネねうんさっきいろいろやってたでほらそんな使うそれ面白くないだからお笑いって本当に頭良くないとできないから、うんうん、だからやっぱ笑いのセンスと、うん、あとあのあのボーイズラブの思いマキノってあったんですよそんな本当に面白いボーイズラブの思い、うん、そうねあれね結構サブカルとか勉強してみればいいじゃんもう結構知らないもんね言葉知らん確かにあのね野球やってる人ってねそればっかりだから、うん、これが正しいとか思ってる人いっぱいいるんで、うん、そういう人多いんだよね野球の人はねバンカンこの野郎何ですかバンカンこの野郎バンカンじゃあこの辺でまた長いから見ないよこんなあんまりなじゃあねーあーじゃあねつねもうちょっとはいこの辺で終わりにしますバイバイはい今日もありがとうございましたバイバイあれあら減りすぎたでしょ腹減りました王将食べたい天津飯あーいいね天津飯いいね